チャオ、ボンジャルノトゥッティ。本日も我が家のキッチンから美味しいおうちご飯をお届けしたいと思います。本日は、白老町、北海道の白老町にある、僕が一番大好きなお肉屋さん、牛の里というお肉屋さんなんですが、ここで作っているハンバーグを使ってパスタを作っていこうと思います。でこの白老牛ハンバーグとっても美味しくてですね、このもうお肉自体に結構しっかりと味がついているので、まあ、ソースなんかをかけなくても食べられるタイプのハンバーグになってます。でこれをどうやってパスタにしていこうかなというところなんですけれども、ちょうど料理の雑誌を読んでいた時に、このハンバーグをパスタの上に乗せて崩した後にしっかりと混ぜてボロネーゼのような形にして食べるパスタっていうのがありまして、とっても美味しそうだなと思ったので、まあ、似たような感じで作ってみようかなと思います。材料はこれ1人前に、まあ、1つのハンバーグ、今日2人前作るので2つ使おうかと思います。ちなみにいろんなところで売っているハンバーグ、レトルトのハンバーグでも多分美味しくできると思いますし、自分で作ったハンバーグでも美味しくなるのかなと思いますので、ぜひ皆様にも真似していただけたらなと思います。でハンバーグ以外に、今日このディ・マルティーノのブカティーニと呼ばれる、まあ穴が開いたパスタを使って、ちょっとこうパスタ自体もちょっと太めでしっかりとした味わいのものを使っていこうかと思います。あとはこのトマトソースですね。僕の、まあ、動画の方で作っている、まあ、すごくシンプルで、まあ、美味しいポモドーロのソース、トマトソースの作り方が、まあ、ありますので、ちょっと概要欄に貼っておきますが、このトマトソースを、まあ、茹で上げたブカティーノにかけて、でその上から焼いたハンバーグを乗せてほぐして食べていくといった形のスタイルにしてみようかと思います。あと最後にこのチーズですね。今回ペコリーノロマーノだったので、まあ、このチーズを振りかけるのと、あとは黒胡椒をしっかりかけて食べていこうかなと思います。それでは早速作っていきます。
本日は僕が大好きな牛の里の白老牛ハンバーグを使ったラグーパスタを作ってみました。普段作るラグーパスタとは違っていて、ハンバーグの潰し加減でお肉がゴロゴロとしたところもあったり、細かくほぐれてパスタに絡んだりと、なかなか面白いソースになったかと思います。某コンビニなどで売っているレトルトのハンバーグ、まあ、金色のやつとかをですねかけて食べると、またそのデミグラスソースっぽい味がパスタに絡んで美味しいかもしれません。皆さんもお好きなハンバーグを使って作ってみてください。また今回ブカティーニを選んだんですが、とてもしっかりとした食感で、このゴロゴロとしたハンバーグボロネーゼソースにも合っていて、とても美味しかったです。また今回かけたトマトソースの作り方は概要欄に載せておきますので、そちらもご覧いただけたら嬉しいです。とっても簡単でお肉ゴロゴロなボロネーゼパスタ、見た目もワイルドな感じですが味もとても良いので、クリスマスなどにいかがでしょうか。美味しそうだなと思っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではチャオチビディアモ、チャオチャオ。